読みの狭間、荒神の守護竜、通常に、個人ソロで挑みました。アタッカー、水木幸村、長曽壁元親。回復たすき合い、丹羽秀長。全体しびれ、竹中半兵衛。盾、鬼庭下月祭、鎧家臣。攻撃目標は、異属性の低い荒神からとしました。竹中半兵衛の固有技能は、50秒以上に設定して、さらに、アタッカーの攻撃が途切れないよう、気合回復を重要視し、古神と共に、丹波長秀も固有技能を連打させました。敵の攻撃を漏らさないことももちろん重要です。しかし、織田信長などの英傑を入れないと、見ての通りなかなか釣れません。古神として、普遍をうまく使えませんでしたが、解除で、鎧家臣の痺れを解けることが分かったこと。これは収穫でした。今回の勝因は、敵のアルゴリズムが、良かったのだと思います。くだらないこと。Let's go.
十文字槍の前に敵はない。